はい、皆さんこんにちは。はるくん、今日は仮面ライダーセイバー一番くじを作りました。イエーイ。ということでね、今回の仮面ライダーセイバーの一番くじは、まずね、A 賞はこちら、ワールドライズの仮面ライダーセイバーのフィギュアが A 賞になってます。はるくんゲットしたら開けて組み立ててみましょう。いいね、かっこいい。そして B 賞はビジュアルシートになってますね。こんな感じ。ただね、2種類しかないけどね。 C 賞はデザインタオルをね、3つ用意しました。こんな感じのね、デザインタオルです。いいね、ジオウとオマジオウもある。そして D 賞はジオウのね、ラバーコースター用意しました。 E 賞はパルムライズのセイバーのフィギュアになります。これはね、ラインナップが4種類あって、どれが出てくるのかわからないんでね、ハルくんゲットしたら開けて確認してみましょう。そして F 賞はね、こちらの2つになるんだけど、ディフォルメフィギュアになります。中身はこの5種類のうちどれか1つが出てくるということなんで、ハルくんゲットしたらね、これも開けて確認してみましょう。デザインタオルとかよりこのフィギュアの方がね、嬉しいよね。さらに G 賞もディフォルメフィギュアなんだけど、こちらはね、レジェンド仮面ライダーが入ってます。そしてこちらのレジェンド仮面ライダーもこの5種類のうちどれが出てくるのかわからないということなんで、ハルくんゲットしたらね、確認してみましょう。そしてもちろん一番くじなんで、ラストワン賞ついてます。全部くじを引いたらこのラストワン賞がついてくるんで、ハルくん全部くじ引いてね。抽選方法はね、こちらの仮面ライダーセイバーのくじをめくってってもらいます。今回の当てくじは何回でも引くことができます。ただし1回1000円です。バイ。1回1000円。バイ。お金持ってる、ハルくん？ねえ。ないんかい。くじ引き終了。ママにもらってくる？大丈夫。それでは1回1000円です、はい、お金ください。何回引きますか、お客さん？うん、それはいりません。ハルくんの手帳はいりません。割引聞きません、ここのお店は。ゴー。1回1000円です。うん、めっちゃくれるよ。頑張るんやねん。32,000円。うん、くじ12枚しかないから12,000円でいいよ。12,000円ハルくんくれたんでね、全部引くことができます。はい、それじゃあね、1枚ずつくじをめくってってください。まずは1枚目めくってください。はい、ピッポピッポピッポくじ。そこいいよ。お、C 賞おめでとう。C 賞はデザインタオルになります。どれがいい？どのタオルがいい？これセイバーとブレイズのやつだね。はい、おめでとう。それじゃあね、2枚目のくじめくってください。いや、お、 C 賞2連ちゃん。 C 賞のタオルね、この2枚のうちどっちが欲しいですか？はい、あー、ジオだね。それじゃあ3枚目のくじめくってください。はい、そこ、いいよ。お、また C 賞。ある意味奇跡じゃん、ハルくん。最後のね、デザインタオルの C 賞、ハルくんゲットしました。はい、どうぞ。いらないの？最後ブレードのね、デザインタオルいらないらしいです。残念。ベリケリー、ブレードが泣いてるよ。それじゃあね、4枚目のくじめくってください。はい、ピーポ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 。そこ、 F 賞おめでとう。ディフォルメフィギュアだ。仮面ライダーセイバーのね、ディフォルメフィギュア。どっちが欲しい？どっち開ける？ケリー、そっち。それじゃあ、ハルくん、どのフィギュアが出てくるのか開けてみましょう。あ、プリミティブドラゴンが欲しいの？うん、いいね。ドラゴン。じゃあ、頑張って当ててね。いいの出るかな？なんだった？ドラゴニックナイトじゃん。ギリギリ。ねえ、ドラゴニックナイトが出てきました。めっちゃかっこいい。いいね、このフィギュア。それじゃあね、5枚目のくじめくってください。はい、いいよ。 F 賞おめでとう。ということで、またまたハルくん F 賞ゲットしました。プリミティブドラゴン、次は出てくるのかな。出てくればいいね。なんだった？あー、惜しい。えいよー、おじいちん。2つ目の F 賞から出てきたのは、仮面ライダーブレイズキングライオン大戦記が出てきました。
これもかっこいいね。ブレイズハルくん、よかったね。パパちょうだい。ないだ。それではね、6枚目のくじめくってください。はいはい、次は何が出てくるかな。パパ B 賞おめでとう。 B 賞はビジュアルシートになります。一番いらないんだけどね、ビジュアルシート。じゃあ、ハルくんはどのビジュアルシートがいい？でも、じゃあ、ヤシオがいっち。ドライブがいるの？ドライブ。それでは、7枚目のくじめくってください。うん、はい。そこ？いい賞おめでとう！ハルくん、いい賞のパルムライズのフィギュア、ゲットしました。この4種類の中のどれかのフィギュアが出てくるということで、ハルくん開けてみましょう。一応ハルくんはどれが出てきてほしい？あ、エグゼードが出てきてほしいんだ。果たしてエグゼード出てくるのか。何が出てきた？ガブルだ。いい賞の中から出てきたのは仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーが出てきました。こんな感じですね。パパはダブル嬉しいんだけどね、ハルくんはあんまりね、ダブルは好きじゃないかな。ハルくん好きなのダブル、うん、それではね、8枚目のくじめくってください。そこ G 賞おめでとう、うん、ハルくん G 賞のレジェンド仮面ライダーのデフォルメフィギュアゲットしました。この箱の中からどのね、フィギュアが出てくるかわからないんでね、ハルくん開けて確認してみましょう、うん、どれが出てくるかな。あー、アークワンじゃん。アークワン、いいじゃん。アークワン、 G 賞の中から出てきたのはこちらの仮面ライダーアークワンが出てきました。めちゃかっこいいじゃん。それじゃあ9枚目のくじめくってください。はい。いいよ。 B 賞おめでとうということで、 B 賞はね、またまたビジュアルチートなんだけど、どっちが欲しい？そっちでいい、うん、それでは10枚目のくじめくってください。いいよ。 D 賞おめでとうD 賞はこちらのラバーコースターになります。ジオウのね、ラバーコースターなんだけども、これはこのままでいいかな。おめでとう。じゃあ、みちょー、それでは11枚目のくじめくってください。はい。か B 賞おめでとうまさかの A 賞が最後まで残っちゃったね。ということで、 B 賞はこちらのビジュアルシートになります。じゃあ、みちょー、それでは最後の1枚のね、くじめくってください。はい。これで A 賞出てこなかったら詐欺だね。おめでとう、出てきた。 A 賞ゲットです。イエーイ、ゲット。やったね。 A 賞とラストワン賞一緒にゲットだ。うん、これももらえるよ。それではゲットした A 賞を開けてみましょう。はい。あ、事務長、説明書がついてる。組み立て説明書。だだだだ、おー、出てきた。こんな感じで入ってました。面白い入れ方してるね。それではね、パーツをはめ込んでいきます。まずはどんな感じなんだ、ここか、ここだね。ブレイブドラゴンだ。そしてライオン戦機がここなんだね。こんな感じか。そしてドラゴンがここ。こんな感じでね、台座完成しました。最後はね、仮面ライダーセーバーを台座に乗せれば完成です。はい、完成しました。かっこいい、ハルくん、めっちゃかっこいい。それではラストワン賞もね、開けてみましょう。並べてみようかね。とりあえずね、ラストワン賞の台座を組み立てました。こっち本がね、缶クローズってなってるね。さらにワンダーライドブックが、ライオン戦記のところがね、ジャークドラゴンになってるね。あとは背景プレートのキャラクターとかがね、
少し違います。あ、こうやって剣も持てるんだ。じゃあね、台座に置いていこうか。好きな感じに持たすことができるんだね。お、かっこいい。ということで今回は仮面ライダーセイバー一番くじを作って遊んでみました。じゃあはるくんどうでしたか？よいた。よかった、うん、皆さん仮面ライダーセイバーの一番くじ気になった人はぜひチェックしてみてください。ガンバライジングも稼働がね、6月3日から新しくね5段が稼働しますんで、ぜひねそちらの方もチェックしてみてください。はい、それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。